ランンチャンネルです。今回は、三国志に登場する人物をざっくり解説ということで、諸葛亮孔明の動画なんですけど、前回ね、赤、え、域、ー、の戦いが終わるところまで、えー、やらせていただいたんで、その続きということになります。よかったら前回の見てない方はそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。まあ、ただ、この動画だけでも一応成立するようにはなってると思いますので、こちら見てからでも結構ですのでね、お願いいたします。 でねあの戦いが終わってから13年という月日ちょっと期間飛ばすんですけどね13年経ちましたで劉備がですねついに蜀という国の皇帝になるんですねでこの皇帝になった時にですね劉備には絶対に成し遂げたいと思ってたことがあるんですよそれが関羽の仇討ちですねえ繁盛の戦いというのがあってこの皇帝になる2年ぐらい前だったかなにえー 五、ね、の尊権に関羽が討ち取られてるんですよ。で、ここで大きな敗戦をしてしまったというところがね、ものすごいやっぱり劉備は引っかかってて、登園の誓いでね、死ぬときは一緒やって誓った中の関羽が死んだと、もうこれは絶対に許せんのやということで、えー、皇帝になった一番目の仕事は、関羽の弔い合戦やということでね、えー、医療の戦いというのを起こすんですね。 まあ、もちろん孔明をはじめその部下はみんな反対してるんですよ。戦うべきは剛じゃないでしょう。儀をとりあえず倒さんかったら剛とは仲良し一緒に儀を戦うくらいせんかったらギーが一番でかいんやから叶うわけないやないですかっていうふうに説得するんですけどね、やっぱりね劉備はねこれだけは絶対に譲れなかったんですよね。ももううこれをやららんかったらもう 言うたら何が皇帝ぞと皇帝の立場とかそんなんより何せもう勘を弔うんやともこればっかりなんですよでも結局その説得も虚しくね医療の戦いが始まってしまいましてでやっぱり反対した通りボロッボロに負けるんですねこれで諸、えー、という国ができて、えー、劉備は皇帝になったのにいきなり壊滅的な打撃を食らうことになるんですね で、白帝城というところに逃げ込むんですが、その翌年ですね、医療の戦いの敗北の次の年にですね、劉備が病気で死んでしまうんですね。なので、皇帝になってからたった2年ですね、在位期間2年、63歳で、えー、劉備っていうのは死んでしまいます。で、死ぬ前にですね、まあ、後の職のことがありますからね、息子とかもおるんで、えー、孔明に託すんですね、この職のことを、孔明よ。 もうわしは死ぬ,死ぬんや、ただもう気がかりなんは息子のことや、息子の龍然が、まあ、皇帝にっていうことになるんやけどまだ17歳なんやと、だから孔明を助け合ってやってくれんかと、で、この龍然っていうこのわしの息子がもうどうしようもないクズやったら、もう孔明、お前が職を乗っ取ってくれということを言うんですね。 で竜禅には、ですね息子の竜禅には、孔明を父親のようにしたっていうことは何でも聞けよということを言うて、竜備っていうのは死んでいくんですね。で、孔明はそれにものすごい感激するんですよ、そこまで信用してくださってたかということで、えー、涙を流してね、竜禅さんのために死ぬまで、死ぬつもりで、えー、働きますということを誓うんですね。で、上昇という立場になります。 のの国の上昇これはもう皇帝の次に偉い人で何でも取り仕切ってるぐらいのね、えー、レベルの言うた人間ですねその義がね漢、えー、の検定っていうのがいましたけどねあれを要してたんですけどその時に曹操が上昇についてたっていう形なんでもう実質的な支配者と言いますか実務的なナンバーワンというとも過言でないんじゃないかなと思いますね。 劉備、えー、が死んで、劉禅が後を継いで、孔明が上昇の新職がスタートするんですけども、もう国はボロボロなんですよ、もうでっかい負けをね、2連チャンでかましちゃってるんでね、繁盛の戦いで、えー、関羽が死んで、慶州を失ってで、弔合戦の医療の戦いで、またこれ、大敗幕ということで、もう職はボロボロなんですよ、で、これをまず立て直さないかんということで、孔明は奔走するんですね。 で国をとりあえず落ち着かせないかんということで、まあ、こう法律をまた見直して整えたりだとかこう、まあ、税金関係とかいろいろやるんですよ、でそこでみるみるうちに国力っていうのは回復していくんですね、なんで孔明っていう人は、まあ、どういう人かって聞かれたときにめちゃめちゃ頭のえか軍師タイプの人みたいな感じでね考えてるというかそういうイメージが多いと思うんですけどもやっぱり。 三国史にそこそこ詳しくなってきたら孔明っていうのは政治の人なんやなっていうのがすごい分かるんですねそれがこういったところにも出てなますなんせこう国のコントロールっていうのはめちゃめちゃうまかったんですよね多分三国史に登場する人物で一番ぐらいまあこうその政治はうまかったと言われてるんですけどただやっぱり あんま派手さがないですよね、政治ってね。なんで、あこう、三国志みたいなこう戦いのね、物語の中でただあんまりフィーチャーされん部分はあるんですけどもね、その、言うたら、類まれなくする政治力で、国をみるみる立て直していくんですね。で、ただ、まあこう劉備が死んだっていう節目でですね、やっぱり反乱とかが起きるんですよね。皇帝が死んだりしたら、それに乗じてね、国の混乱に乗じて、クーデター起こしたれっていうのが結構あるんですよ。で そのクーデターの一つにね南蛮っていうこの異民族のところ諸国とこう隣接してるんですけどもそこがこうちょっかいをかけてきたんですねでこれをね孔明が直々に、えー、鎮圧へ向かうんですよねここからのストーリーっていうのは結構面白いというかもう三国志演義が史実でないんだなっていうのがようわかる。 エピソードが満載ですちょっとこれ作者ふざけ出したなっていうぐらいこうむちゃくちゃなストーリーになってるんですけどもこの南蛮を鎮圧に行ったっていうのは事実なんですよでその南蛮を猛核というのがいたんですけどもこの猛核っていうのもちゃんと実在しててで最終的に鎮圧されるっていうこれはもう完全に史実と言われてるんですけどその言うたら猛獲をの反乱を鎮圧するまでの エピソードっていうのがね、もう演技ならではなだなというふうなエピソードが満載になってるんで、こっからはですね、ちょっと、えー、生死というよりは100%演技準拠でいきたいかなというふうに思います。で、猛郭のところに部下が飛んでくるんですね。孔明が直々に我々のクーデターを鎮圧に来たということが猛郭の耳に入るんですよ。そしたら猛郭も、いよいよ来たか、孔明が。 ということで、幹部をね、迎撃に向かわせるんですよね。お前らで孔明を打ち取ってこいということを命令するんですけども、そしたらまあ部下は分かりました。孔明を必ず打ち取ってまいりますということで出陣していくんですけどもね、趙雲にあっさりやられるんですよ。この幹部っていうのがね。まあ、趙雲言うたらね、三国志を知ってる人で知らん人はおらんやろっていうぐらいのまあ優勝ですからね。それは そこら辺の一般人、一般人言うたらあれやけどね、えー、まあ普通の武将ではかなわんわということで、あっさり長雲にやられて捕まるんですね。で、えー、引き捕らえられて孔明の前に出されるんですけど、そしたら孔明がね、あなた方があの有名な毛角さんの幹部でございますか。ということでね、非常に手厚くもてなすんですね。 これが中国の料理です。よかったら食べてください。言うて、こう、豪華な料理をばー並べてね。で、もうこれ食べ終わったら、帰ってくれて結構ですから、心ゆくまで追ってください。言うて、まあ、名刺をばー食わして、もてなして、で、えー、解放されるんですけど、その毛郭の幹部からしたら、なんか孔明、ええ人やったな、みたいなことをね、言いながら、結局帰っていくんですね、毛郭のところにね。 で、猛、え、鶴、ー、さん、ちょっと叶いませんでしたわ。やっぱ孔明のところの分は強いですわ。で言うたら、お前らだらしないの。そしたら、もうわしが直々に出陣したるわ。いうことで、猛鶴が直々に出陣してくるんですけども、これもね、あっさりとやられて、で、えー、孔明に捕まるんですね。で、孔明の前にこう引き出された猛鶴がですね、お前な、もうあの解放したるから、もう。 反乱とか起ここすんやないいでってててうことを孔明に言われて逃がしてもらうんですねだけ猛烈はそんなことで引き下がってたまるかと思ってるんですよ。で分かりましたー言うてあ、あのー、解放されて出ていくんですけどももう言うたら心の中では悪感べしとるいう感じでね、えー、じ自分の南蛮の国に帰ったところでなんか門番をぶち殺して逃げてきたったわ <laughs> <laughs> てわははハてこれでは諦めんぞもう一回孔明を攻めるんや言てね、えー、部下に言うてですね。 もう一回、その、言うたら、幹部、さっき出陣させた、で、長務にあっさりやられたね、幹部に生かすんですね。で、けど、この幹部もね、いや、けど、孔明、いい人やったしなー、なんか戦いたくないな、って思うんですよね。で、結局、出陣したはええんですけども、戦わんと撤退してきたんですよ。いや、やっぱ孔明、強かったですわー、これは叶いませんでしたー、言うてね、あのしらーっと帰るんですね、もうかくのところに。 そしたら、ただその、言うたら、兵がね、その幹部が率いてた兵がですね、いやいや、猛学さん、あの、この幹部、一切戦わんと帰ってきましたよっていうことを猛学にチくるんですよ。そしたら猛学は怒りますよね。お前なーって、何しに行ってきたんや棒叩きの刑事やーっ言うてね、こう、棒でこう、幹部を縛り回るんですね。それで、そしたら幹部がもう恨んでですね、猛学を同じ陣におりますから、油断してるところを捕まえて、 で、孔明の前に引き立てるということをするんですね。これで2回捕まりました、猛郭。で、それでも孔明は、もまた来たんか、お前って、もうわしにかなわんのは分かったろうもう解放されるしたるから、もう反乱とか起こすんやないで、言うて、解放させるんですね。で、今度は、こう、猛郭も帰ってから、これは普通にあったんではかわんぞということを考え出して、 もうかくに弟がおったんですね。で弟に貢ぎ物をね持たせて、で孔明のところに偽りの幸福をさせるんですね。で、孔明が油断したところに野衆をかけてやっつけるんやーって今度言い出すんですよ。<laughs> あのこんな浅知恵でね、孔明がやれるわけないじゃないですか <laughs>。もうこんな子供騙しみたいなねこう戦術を取るんですけども。で、孔、え、明、ー、の弟が貢ぎ物を持って。 こう孔明のところに来るんですけども「おおありがとうありがとう」とうって言うんですけどやっぱもう孔明も「あこれは罠やな」っていうのは分かるんですね多分野州かけてくるやろなって思いながら「よしみんな多分この幸福偽りやから野獣に備えて、えー、油断せんように」って言うとったらほんまに猛郭が夜にやってくるんですね。 ここで、よっしゃ、コーメは油断しとるはずや、み皆の頃、と、行けって暴角が言うたところなんかめっちゃもう完全防備で、へい、待ち構えてましたよみたいな状態になってて、うわ、バレてる,レてるーってなったんですけど、結局捕まったということですね。で、コ明メの前に引き立たれられてね、お前なーって、知恵でわしに勝てるわけがないやろって、もうこんなアホなことはやめて、もう解放したるから。 反乱するんやないでって逃がしてやるんですね。これが3回目です。で、えー、4回目になったら、これは <laughs> ちょっと我々だけでは孔明に太刀打ちできんだということで、近隣の州長、まあ、いろんな南蛮以外にも部族がいたんで、その部族とかにこう協力を依頼してですね、タッグを組むんですね。そしたら、まあものすごい大軍団になるんですよ、盲郭の軍団が。それで 孔明は、あ、これはちょっと正面からぶつかったらさすがにきついかな、いうことで、よっしゃ、皆の者は、ここで、籠城じゃないですけど、陣を張って、一歩も出るな何。何があっても絶対に出ていくなよ、っていうことを言うんですね。そしたら、もうかっこいいからしたら、あれ、孔明、なんか全然攻めてこんようになったな、どうしたんやろう、うで、これはなんか、今、攻め込んでいったら、なんかまた、 孔明の罠にかけられるわっていうことで、猛郭も警戒してね、なんとかこう、孔明の軍をこう引っ張り出そうとするんですね。めちゃめちゃ挑発したりするんですけども、それでも孔明の軍はもう、ピクリとも動かないんですよ。もう、てこでも動かんいう感じで出陣してこないんですね。で、こんなことをこう、長い間続けてたら、なんか、わしらタッグくんだけど、何しようやろうな、これみたいな、<laughs> 変なとこで睨み合いして。 いつまで続けるのこれみたいな感じでだんだんだれてくるんですね。で、孔明はそれを待ってたんですよ。あれ、もうあの猛角軍団、ちょっとだれてきたのかなよっしゃ、今やったらいける言うて、こうバッと出陣して、パッと猛角を捉えるんですね。で、また孔明の前に引き立てられて、<laughs> お前、また来たんかと。<laughs> もう解放したるから、まあ、反乱すんなよって言っても、多分するんやろうけど、まあ、もうとりあえず逃がしたるわ、もう殺す気もせんわ、お前、言うてね、えー、逃がすんですね。これで、えー、4回解放されてます、猛角。で、えー、それでもね、やっぱり猛角は諦めないんですよ、孔明が言うた通りにね。うーんち、孔明は頭が切れるかな、どないしたらええんだろうな、よっしゃ、ほんだら、ナンバー1の切れ者に頼んで。 明暗をもらおうということで、えー、出し王というね、ナンバー1の切れ者に相談するんですね。そうしたら、この出し王があの、我々の領地に来ようと思ったら、道は2つしかないですということを言うんですね。で、片方は安全な道だけど、片方はめちゃめちゃ危険な、蛇やサソリやがうわーわいとって、でさらに水、えー、泉ですね、泉には毒が入ってていう道しか残らんから。 これは、ここまで孔明といえど、たどり着けんやろ、この危険な道をくぐり抜けるのは無理やから、孔明は勝手に死んでくれるよ、みたいなことを言うんですね、この出汁を言うんがね。ほんなら、もうかが、それは明暗だ、言うて、安全な道をこう塞いでしまうんですよ。これのどこが切れもんやって思うんですけどね。<laughs> ただ、こう、危ない道しか通れんようにしただけというお粗末な案なんですけども、それをまあ採用するんですね。 で、えー、孔明がこうずん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 進んでいった時にあ道がこれ2つに分かれてくるけど片方塞がれてるぞっていう風になるんですね。つうことはこれは安全な道を塞いできとるな。つうことは今から行く道はさぞ危険だろうという風に思うんですよ。感じるんですね。それで、えー、これでこはちょっと とこのまま進んでいったらやばいやろうなと思いながら進んでいくとやっぱり案の定危ないということでこれどうしようかなよっしゃそしたらちょっと地元の人間に力借りようかと地元の人やったら安全にしかもどういう風に危ないか知っとるはずやということで地元の人の力を借りてですねこの言うたら危険な道を突破するんですねそしたらダシオはねもう震え上がるんですよ なんでここまで来れたんや、孔明は言うてね。<laughs> いやいや、来れるやろってね。<laughs> それまあ、種明かした地元の人に助けを買うただけなんですけども、ダッシュはほれてビビってしもうてね。もう、いやいや、もう孔明怖い、孔明怖い、孔明とは戦いたくない言うて引っ込んでしまうんですね。それでもやっぱり孟角は、うわ、孔明ここまで来たかけど、絶対に、絶対に幸福はせんぞ言うてね、戦う気満々なんですけども、そこにね、孟角ちゃん、 助けに来たよー言うてね、幼宝いうやつが来るんですね。この幼保っていうのは、その近隣の州長の一人なんですけどもね、その一個前のこうタッグを組んだ時には組んでなかったんですよね。多分なんか気が乗らんかったんでしょう。ここに幼こ宝が助けに来るんですね。おお、幼宝ついに来てくれたかと。お前が来てくれたら100人力や。よっしゃ、こんばんは宴じゃー言うてね、宴を開くんですね。で、この幼保っていうのが、 もう孔明に特に降伏してるんですよなんでこう言うとわ罠で来てるんですねでこう猛角宴会開いてどんちゃんどんちゃんやっててこう女性にねよっしゃ剣の前をあの広瀬ー言うてねわーやっててよっしゃ脱げーとか言って猛格が油断してるところにでさっとこう養蜂が猛角を捕まえるとで孔明の前に引き立てるということをするんですね。 でこれでもまだ諦めんかもう5回目やぞとさすがにもう殺さんわけにはいかんぞうんーけどうーんもうここまで逃がしたんだったらもう今更殺してもなって <laughs> なんかもうこうなったら意地じゃんもうええ解放したるわって言うてねまた猛角解放されるんですよこれで、えー、5回目の解放になりますで猛角がねあの方法の手で、えー、逃げ返ってくるんですけども 猛っというのは祝っという嫁はがおったんですね。嫁がもうあんただらしないなぁと、もう何回やられたら気が済むんよ。もう私が言ったるわ。言て、この祝裕っていうのはものすごい男勝りでね、しかも武芸に秀でてたんですね。私がもう行ったら、諸軍や追い返せるやろ。言て、この祝裕が出演してくるんですよ。そしたら、この祝裕が獅子奮塵の活躍でね、諸軍の武将は捕らえられるんですね。 で、長雲とか義援とかね、この言うたら、食の名だたる名将が挑んでもね、この祝謡にはかなわないんですよね。で、えー、逃げ帰ってくるということなんですよ。で、祝友に捕らえられた武将、これ2人がですね、あの祝謡に殺されようとするんですね。よっしゃよっしゃ、捕まえた、生け取ってきたぞ。なんだ、殺そうか、って言ってたら、猛覚が、いや、ちょっとな、あの、わし、実はもう5回ぐらい。 捕まった後に逃がしてもろとんやっていうことを言うんですねだからこ,うこっちが捕らえた件ってなんか即殺す言うたら人道的にどうかなちょっと祝勇ちゃんこの二人もう殺さんと捕虜にしとくっていうのはどうだろうということを言うんですねそしたらまあ祝勇もんあんたが捕虜やったらこの二人はとりあえず捕虜にしとこうかなんかで使えるかもしれん,なし,れんしないうことで一応一命は取り留めるんですね で張栩、えー、と義勇はあの祝優いう女はめちゃめちゃ強いなどうしようかいう話をするんですけどもあんだけ男勝りやったら煽り体制ゼロなんちゃうかいうことをね二人でこうひ,ひそひそと,と相談してですねあほんだらこうありに煽おってこう追いかけてきたところを待ち伏せしとって捕らえたったらええんちゃうんかみたいなことをね、えー、決めて今度はこう祝裕と対峙した時にダチョウ婦人言うて言うんですね。 お前あの前,前しか突っ込んでこんから、ダチョウやーって、ケツでかい、ダチョウやーいみたいなことを言うとだこの煽り体勢のない祝詠はね、何を言うて怒ってくるんですね。で、えー、長ョや義エのところに突っ込んでくるんですけども、ほんなら人は逃げるんですね。で、待て、逃がさんぞー、言って、追っかけてきたところを横から捕らえられるということですね。なんで、今度、祝詠も捕まってしまうんですね。 でこの祝勇はあのー、捕虜を捕まえてたんでね諸軍のね武将2人捕まえてたんで、えー、捕虜交換いう感じで祝勇、えー、は返されてで諸、えー、の捕まってた武将も帰ってくるという感じになったんですねで祝勇でもあかんかーってどうしたらええんだろうなーって毛沢は悩んでしかたがないもうこれはできたらこの手は使いたくなかったがーいうことでね「墨六大王」っていう。 人をね頼るんです、ね、これは、ね、あの猛獲と敵対してたんですよ敵対してたんですけどあの一応やっぱ敵の敵は味方やというかねその盲くはわしがもし完全に負けてしまうたら「こと太よお前のところにも孔明は行くぞ」とそうなった時に、えー、戦えるのかとここは一回休戦して、えー、2人で組んで戦おうやないかいということを言うてだ僕六太夫を説得してですね この言うたら、今度はもう書くと、墨録大王のタッグでですね、孔明を攻めるんですね。で、この墨録大王っていうのが、あの虎とかね、ヒョウとかいうあ、猛獣ですね。猛獣を操ってね、さらになんか自分は象に乗って出陣してくるみたいなね、いや、その時期、象そこらへんおらんかったやろって思うんですけど、<laughs> 実際いないんですけど、で、攻めてきて、諸君はもう、 蹴散らされるんですね。ボロボロに負けてしまうんですよ。これは困ったぞ、ということになったんですけど、孔明は、ちょっとこの、僕六大王のこと知ってたんですね。で、猛角と敵対してるから、出てこんかなと思っとったけど、ついに出てきたか、ということで、もうちょっと備えとったんですよ。出てきた時用に、木獣いう発明をしとったんですね。この木獣って何かって言うたらね、あのー、言うたら、木で作った、なんか獣みたいな。しかも その中に人間が入ってこう操作できる着ぐるみみたいな、ね、感じなんですよ。で口のとこから火がブワーって出るような細工がしてあったんですね。で今度こう、墨六大王と対峙する時に「虎ラ、ょ行け!」言うてねこう猛獣使いの墨六大王が攻めてきたところにこの木獣に入ってえこう火をぶわって吐くんですね今度は虎とかヒョウがビビってしもってしうね。 こんな皮膚服なんかわけのわからんもんには戦えわっていうことで逃げ出すんですよ。で、よっしゃ、トラとヒョウが逃げだぞ今のうちに牧ク大王ダイオれ言うてね、牧ク大王はここであのやられてしまうんですね。で、その土さくさで猛角も捕まるというね。で、また孔明の前に出されて、猛角よと。もう牧ク大王ダ送ろう手だってたってやろ、お前。それでも、かなわんかったやん。 もう解放してやるからもう反乱を起こすなよっ言って孔明は逃がしてやるんですねそれでもまだ猛核は諦めないんですよ6回逃がされてるんですよまだ諦めませんで今度あのそうやな目黒区内王はなんか猛獣を使ってとかいう感じでやられたしえなんかもう知恵者に頼んでも頭が切れる人に頼んでもダメだったしどうしたらいいかなって考えるんですね で最終的にあほんだらもう完全に化け物に頼んでしまおうみたいなな <laughs> んやねん化け物っていうことなんですけどそれは今から説明しますけどゴツとつコツっていう人がいたんですねこのゴツとつコツっていう人は、えー、身長 3m で、えー、体は鱗でできてるんですねで主食はヘビというねもう人間でもないやんっていうやつがおるんですけど。 これに頼んで孔明をやっつけようとするんですね。で、このごつごつごつの兵がいて、これ、東光兵っていう兵がいるんですよ。この東光兵って何か言うたらね、あの、藤の鶴あるじゃないですか。あれを編んで、油につけて、で、乾かして、で、また油につけてっていうのを10回繰り返すんですね。それでできた鎧を着た兵だから、東光兵というんですけども、これがね、この鎧っていうのがめちゃめちゃ優秀で、 硬いんですよや槍も刀も通さへんし軽いから浮くとで、えー、か軽い、うん、そうですね軽いから浮くんですよでその鎧を着た兵に孔明軍は苦戦するんですけどここで馬食が出てくるんですねあの泣いて馬食を着るの馬食ですけどその馬食が孔明さんあれなんか油つけて乾かしてつけて乾かして言て繰り返して、えー、作ってる鎧らしいですから 火つけたら一発で燃えるんちゃいますということを言うて、孔明んそうやな、それ採用するかー、言うて採用して、結局、その投稿兵っていうのは火を放たれてね、もうみんながもう燃えてしまうんですね。それで、えー、ボロボロになってしまって、結局また猛角は捕まるんですよ。で、猛角捕まったんですけど、あのー、今度はちょっと様子が違うんですね、孔明のね。なんかへこんでるんですよ。なんか。 南蛮の平定というか南蛮の反乱鎮圧に来たけどあの投降兵を燃やしたっていうのはひどいありさまやったなともう地獄絵図だとはこんなことを自分の手で下してしまったのか言てへこんでるんですよなんか「食の平和のために」とか言って来たけど我々はなんか逆に侵略者みたいな行いをしてしまってな「んもうかん桃花君来たの?」 ま,また解放してあげるよ。でもうまた猛閣を逃がすすんですねでもね、この時にもう盲郭は逃げなかったんですね。その孔明がね自分がやってしまったことをこう後悔してる姿を見てですねあ孔明ってほんまになんか人間のことを考えてくれる人なんやっていうことでここでようやく改心するんですよ盲郭が。分かりました。 もう反乱は一切起こしません!」と言ってね、えー、孔明に約束してですね、で反乱は無事鎮圧されたというようなエピソードがあるんですね。で、これでようやくですね、えー、この猛郭の一連の流れは終わったんですけど、七条七金っていうかな、これをね、孤、え、児、ー、成語でね、えー、孔明が猛郭を7度逃がして、で、えー、振幅させたというエピソードになってます。 これで、いよいよね、えー、国の中のことが落ち着いてきたので、いよいよ、そしたら義を倒すぞ、ということになるわけですね。そしたら、次回はですね、いよいよ、孔明のラストですね。北伐を開始するところから、孔明が死ぬまでの動画、これが最終章になりますけど、そちらの動画をお届けさせていただこうかなというふうに思ってるんですが、ちょっと最後にお知らせなんですけど、 この三国志に登場する人物をざっくり解説コーナーはですねえこの孔明が全て終わって次の武将に移るときはサブチャンネルの方でえやろうかなと思ってますちょっとゲームの内容っていう風には撮れない動画になってるんでねちょっとこのメインチャンネルはゲームだけっていう形にさせてもらって この部署解説系は、えー、サブチャンでやろうと思ってるんでよかったらそちらの方のチャンネルも登録していただいてで、孔明の次は芝居やろうかなと思ってるんですけど芝居に関してはそのサブチャンの方でお届けしますのでぜひそちらの方も見ていただけたらなと思います。 そしたら、今回の動画が面白かったとか、ためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方をよろしくお願いします。ツイッターのリンクとサブチャンネルへのリンクは概要欄にありますので、そちらの方から飛んでいただけたらなと思います。そしたら以上です。ありがとうございました。